ちは。飛騨高山観光コンベンション協会の藤原和也です。ここ高山市街地についてご紹介します。江戸時代の面影を残す古い町並みや春と秋の高山祭りに代表される匠の技と歴史伝統文化が息づく町です。うまいお酒と飛騨牛などの充実したグルメに、心と体を癒す飛騨高山温泉など四季を通して楽しめる町です。はい、飛騨高山の定番の観光スポットといえば古い町並みや中橋、陣屋といったところが有名ですけども、今日はここ城山公園をご紹介します。ここ城山公園は戦国武将の金森長近公が築いた城跡を公園として開放したところです。花や紅葉などに彩られた散策道や、遊具など子どもが遊べる場所もございます。気軽に自然が楽しめる場所としてお勧めいたしております。四季を楽しめる飛騨高山の定番スポット以外の場所としてお勧めいたします。はい、飛騨高山で体験といえば、飛騨高山思い出体験館をご紹介いたします。民芸やガラス、エコの3つのコーナーで10種類以上の体験が予約なしでお楽しみいただけます。小さなお子様から家族連れの皆様、みんなで楽しめるメニューがたくさんですので、飛騨高山の思い出作りにぜひご利用ください。はい、飛騨高山のグルメといえば皆さん飛騨牛を思い起こすかもしれませんけども、それ以外に高山ラーメンですとか、四季の山菜、キノコ、また川魚、あと漬物や味噌なんかもとても美味しいです。またそれに合わせて、日本酒、酒蔵がいくつかありますので、一緒に食べていただければ最高だと思います。はい、もともとは漬物は冬の保存食としてよく食べられていたんですけども、冬になると、凍ってしまうぐらい寒くなって漬物が冷たい状態ですので、薪ストーブとかの上で焼いて食べてたのが始まりで、それがだんだん最近ではホットプレートになって、朝焼いて食べることが多いです。とても美味しいです。はい、飛騨高山に昔からある飛騨の駄菓子、黒線や原骨、カンカン棒といったいろんな種類があります。昔ながらの製法で作られて、とても素朴な味で、私も小さい頃からよく食べていました。ぜひ飛騨高山に来たら手に取っていただきたいと思います。